防災になっております。タタです。今回はラーメン二郎さんのお持ち帰りのですね、テイクアウトのねメニューを実際に食べてチェックしていきたいと思います。もしかするとね、この動画を何年か後にご覧になる方もいらっしゃるかと思うので、一応ねこの状況をご説明するとですね、2020年の5月現在動画を撮っている今ですねは、新型コロナウイルスが広がっていてですね、緊急事態宣言が出ているという状況です。なのでその病気がね移ることを防ぐために、飲食店は多くのところが、休業をしているか、もしくはテイクアウトのみの営業をしているんですね。まあ、というのもそのお店の中に人が密集して長時間なんていうか近い場所で密な状態で飲食を共にするっていうのはやっぱ感染のリスクがあるということで、店内で食べるっていうのは、お店さんによりますけど、やめているところが多いという状況です。ラーメン二郎の野苑街道店2というですねお店も今、店内での飲食はやめていて、持ち帰りのみでの、営業しているという状況なんですね。もうね、本当ね、長く動画をご覧になっている方とかね、ツイッターでフォローしていただいている方はご存知だと思いますが、私ラーメン二郎が大好物でございましてですね、そういう自分のね好きなお店がテイクアウトやってるということならね、もう行ってね実際にね食べて動画にしないわけにはいかないというわけで、今回ね早速の予約をして行ってみることにしました。で、一個ご注意いただきたいのは、その飲食店さんね、もちろん他のお店は当然そうですし、ラーメン二郎さんの中でもそのテイクアウトしてるしてないとか、テイクアウトする時のやり方、買い方みたいなものは結構ねお店によって違うんですね。なので今回はあくまでもその野苑街道店2というお店の話であって、ちょっとその皆さんの近くにあるお店とか別のお店っていうのはね同じやり方かっていう、多分そうじゃないので、そこはご注意ください。おそらく一番確かなやり方としては、そのお店のねツイッターとか、なんかメルマガとかを見て、そこで公式に配信されてるね情報をご覧いただくというのが一番正確だと思います。多分ね、あとその事態も流動的ですから、時期によってもね内容が違うみたいなこともあると思うので、もしテイクアウトされる場合はその辺もきっちりですね事前にリサーチをねされてから、テイクアウトされるのがいいのかなというふうに思います。予約の時間が迫ってきていますので、早速ですね、ラーメンを油そばをですね受け取りに行ってきます。よいしょ。というわけでですね、今購入して戻ってきました。ちゃんとしてました。お店の玄関を開けてちゃんと通気性がいいようにしていて、お店にいる方も皆さんね全員マスクをしていて、あとね予約した時間に取りに行くので、わーっと人が密集してこう行列になるみたいなこともね起きないように、コントロールをねされてましたね。なので本当に当然私はその感染症のね、専門家ではないのでですけども、ニュースとか見てね知った範囲で判断するんですよ。ウイルスがね蔓延しないというか、そのクラスターが生まないような対策というのは、ね、ちゃんときっちり合理的にリスクヘッジがされているという状態で販売されてました。でもちろん私もね手洗ってマスクして買いに行って、行き帰りもね全部自分のバイクで行ったのでね、というですね、対策をした上で、購入をしてきた、ラーメン二郎野苑街道店2の、油そばお持ち帰りセット。このね持った瞬間にねずっしりくる開封の儀、開封の儀いっちゃいましょうか。すごい。まず、生麺でございます。多分オーションっていうね小麦を使って自家製麺をねしてるというのがね二郎さんの特徴ですけども、3玉プラス1玉サービスでついてくると4玉、4人前です。すごいよ。もうなんか筋トレできそうなぐらい重たいもん、これ4玉麺4玉で、油そばの、タレですね。で、もうすでになんか二郎の匂いがしてる。やばい、スタジオが二郎になってしまう。で、油もねちゃんとで入ってますね。豚の背脂なのかな、油なのかな、分かんないけど、二郎のあれですよ、大事な要素というかね、もうこの冷えた状態だとこの油の塊が見えますね。これいい意味で言ってるんですよ、凶悪ですよ、凶悪な油が入ってます。そしてですね、油そば用の、お肉ですね、豚肉ドーンとこれ塊、真空パックになってるのかなですね。すごい、見てください、このドカンとした塊肉。自分で用意していた、もやしと、卵とニンニクを加えて、今から調理をしていきます。レッツ調理。タレというかスープを湯煎で戻して、ちょっとですねこの豚肉も温めておきます。
あと茹でる用のもやしですね。卵もバッチリ用意しました。チャーシューがすごい。美味しそう。茹でます。茹だった麺を投下していきます。野菜もいきましょう。さあ、お肉も乗せますよ。そしてもちろんニンニクも増します。できました。ご覧ください。この迫力。厚切りの豚。チャーシューがね、3枚にニンニク山盛り、もやし、そして大量の麺です。これが、ラーメン二郎野縁街道店2のですね、テイクアウト限定の、油そばでございます。よいしょ。仕上げに卵いっちゃいましょう。当然プロの人が作ったんじゃないので、ちょっと粗いところありますし、お店のね、公式のツイッターで作ってある作り方とね、ちょっと若干間違えてるんだけど、まあ美味しそうだからいいかな。サイズ感で言うとこんな感じですよ。これ iPhone 11かなの、あの小さい方ですけどね。では早速ですが、いただきます。これね、おお、とろっとろですよ。もうふわふわ、なんて言ったらいいんだろう。このね、私が切ったんでね、超厚切りですけど、柔らかくて味が染みてて美味しい。ニンニクたっぷりつけて、ニンニクとの相性が素晴らしい。もやしたっぷり、もやしの茹で加減成功した。そして油そばのタレはですね、胡椒が効いてて美味しいですね。野菜もガンガンいける。麺に早くいかないと伸びてしまい危険なことになりますからね。半天地返しぐらいいきましょうか。ニンニクもタレもね、非常に香りが強いですけど、それに負けない麺の小麦の香りね、すごいな。茹で加減バッチリだった。超美味しい。これはありがたい。また卵が絡むとコクがアップしてですね、もうまあたまらんすね。うまい。ラーメン二郎ファンとしては幸せですね。知ってはいたが、とてつもないボリュームだ。すごいマニアックなことというか、ちょっと変なこと言いますけどね、ラーメン二郎ってね、本当に量が多いし、ある意味なんていうかね、真剣にラーメンと向き合わないと食べきれないんですよ。なんかね、雑念が入る余地がないんですよ。なんかね、この世界にも自分とラーメンのみみたいな、さらに言うならもう自分自身がラーメンになったかのようなね、無の境地でね、食べないといけないっていう意味ではね、こうなんか、ね、雑念が払えるっていうのはね、いいですね。完食しました。これはね、漬けだれですからね、汁を飲む、いわゆる汁缶はね、しません。ごちそうさまでした。もう何ヶ月ぶりだろう。めっちゃ久々に食べたけど美味しかった。3人前プラス1玉サービスで来るというね、仕様でしてね、皆さんぜひ試してみてください。ちなみにですね、ラーメン二郎さんはね、毎回食べ終わった後にね、ものすごくお腹いっぱいになって、こってりでズドーンってくるんで、必ずね、二度と行くかって思うんですよ。でもね、絶対また行くの。もう魔力ですね、これはね。美味しかった。ラーメン二郎野縁街道店2さん、ごちそうさまでした。今回はですね、テイクアウトメニュー、試してみました。本当にね、大満足です。今回は、私のお気に入りのお店がね、テイクアウト始めたということでご紹介をしていますけども、皆さんのね、お気に入りのお店も、ひょっとするとテイクアウト始めてるかもしれません。僕らもね、お店さんもなかなか大変な時期ですから、普段以上にね、皆さんの一食というか、一回の食事っていうのはね、お店さんにとってもいいことだと思うし、あとやっぱなかなか外に食べに行けないっていうタイミングで食べるっていうのは、自分にとってもすごくいいことだと思うんですね。普段も美味しいけど、こういう時に改めてこう、なかなか食べられなかった中でね、食べるとね、本当にね、ハッピーになりますよ。メンタルにいいと思う。メンタルヘルスにね、いいと思いますよ。リアルな話で。いや、わかんない。専門家じゃないから、あんま適当なこと言っちゃいけないけど、でもね、確実にも私ね、超ハッピーになってますもん。もう僕自身で言ったらもう、このラーメン一杯にどれだけなんかこう、気持ちが、の状態が改善されるかというか、幸せになるかといったら、計り知れないですよ。というわけで、皆さんもぜひですね、ツイッターとかフェイスブックとか、インターネットの検索とかでね、お気に入りのお店、テイクアウト始めたかどうかチェックしていただいてですね、やっていたらですね、試してみてはいかがでしょうか。いいですよ。それでは皆さん、またインターネットのどこかでお会いしましょう。バイヤー。
ー